放送席、放送席、それではヒーローインタビューです。今日のヒーローは決勝ホームランの大谷選手、そしてプロ初勝利鈴木投手です。おめでとうございます。おめでとうございます。ではまず大谷選手から伺います。勝負を決めるホームラン、あの打席振り返ってどうでしょうか。Lo único que estaba pensando era buscar un buen picheo para batear. Tratando de no hacer mucho para poder conservar el turno y hacer lo que hice, y gracias a Dios salió bien. Sí, tuve que comenzar a correr porque yo no estaba seguro, pero después que vi que se fue, dije, bien. そうですね、ホームランになるとは分からなかったので、とにかく一生懸命走りました。ホームランになった時は本当に嬉しくて、にっこり、スマイルが出ました。笑顔、この笑顔がチームに勢いを与えている部分もあると思います。どんな風に感じていますか。Yo, más que todo, yo le doy la gloria siempre a Jehová de los ejércitos, que es el que siempre me ayuda, y yo sé que él es que va a hacer algo especial con este equipo. そうですね、まず最初に神様、ヘオバに感謝したいと思います。神様のおかげで、こうしていい結果が出てると思います。本当に神様、ありがとうございます。そして日本のファン、ドラゴンズファンのこの応援、これまでには経験したことないと思いますが、どんなふうに感じてますか。Son maravillosos, son de lo mejor. Gracias por venir a apoyarnos. ドラゴンズファンの皆さん、本当に皆さん最高です。また今後も応援に来て、ドラゴンズ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。Nosotros estamos aquí para darle diversión a ellos y que se diviertan mucho. 皆さんが喜んでもらえるよう、勝利を分かち合えるようにどんどん頑張っていきます。皆さん応援、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて鈴木投手です。プロ初勝利です。今どんな思いですか。最高です。初めての回をまたぐことになったんですけど、あのピンチの場面で抑えれば絶対次の回点取ってくれると思ったので全力で投げました。ピンチの場面で鈴木誠也選手との対戦でしたけれども、どんな気持ちで臨んだんでしょうか。もう何も考えず自分のボールだけを投げました。その結果、三振に切って取りましたけれども、その瞬間どうでしたか。そうですね、普段ガッツポーズしないのにガッツポーズしてしまいました。そして9回も最後までこう自分で投げ切る、そういったことになりましたけれども、このあたりもこう強い思いで、投げ切ることができたんでしょうか。そうですね、8回にマウンド上がった時から9回も自分が行くっていう気持ちで投げました。プロとして大きな一歩、そのウィニングボールも手にしましたけれども、誰に一番こうその喜び伝えたいですか。そうですね、両親にこの思いを一番伝えたいです。チームも連勝です。鈴木さんの活躍というのはこれからもこう大きなウェイトを占めてくると思います。これからに向けて一言お願いします。はい、この勢いに乗って明日も勝ちましょう。ありがとうございました。大谷選手、鈴木投手でした。